アレリで2人やれただけでもナース頑張った。そうだね、記念研究所は本当大変だからね。はい、シロさん、皆さんこんばんは、とこんばんは。あー、切断イコール通報されてること知らない人多そうって、うん、そうそう、まあ、昔からまめにやってる人とかだとね、わかると思うんだけど、あの切断すると、最近はね、その誰々が通報しましたみたいなことは出ないんだけど、チャット欄あそこ出ないんだけど、切断すると、あの自分で通報してるんだよね、公式に。なんていうの、メッセージが送られるっていうかさ、切断ポイント的なのが溜まってっちゃうから、切断すると、そう、自分で通報をすることになるから、あんまりね、切断はね、あのゲームがクラッシュしたりとか、まあ、バグで落ちちゃったりとかは、そのエラーメッセージが出るから、それに関しては、まあ、通報はされないんだけど、自分でそれ以外は全部通報ですよ。ゴールドウィンドファーム、なんだろうな、っていうか解放使いたい。今までやっぱうまく解放使いすぎてたのかな。ナースくんか、ナースくんか、こっちの道通ろうかな。そこ発電機あるけど、もうするしよ。あ、そうだ、そこ見ようかな。なんかあっちに飛んでた今。どこ行った？ナースくん。地下室ここね。ここだよね。もぎりあるね。2回目の角っこもぎり。入ります。一応もぎっとこ。あ、役割分担と隠密には便利かもしれない。あ、そうだね。隠密する人とかだとね、確かにそうだね。場所がわかるからね。あら、やべえな。早かったね、ぶったかれが。地下室あそこだもんね。こっちかな。近い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 。血まみれやん。ガチ系やん。解放行きたいね、安全に。あそこだな。まだそこ戻れるな。持ってくるかな、一回。ブリンク飛んできそう。来た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 。あっちまで流さないとな。で、奥まで見に行ったらしい。あそこの奥。え、そうだよね。で、そっちまた戻ってきて、今度その奥かな。で、奥まで、本当に奥まで行かせんと。いける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 。今だ。いけ、逃げろ。これが安全じゃねえか。ルインはあるんだろうか。フックから安全。よし、これで解放や。解放行くぞ。絶対解放使うぞ。死んでもな、なんとしても解放使いたい。もぎりはなさそうだね、この辺り。早い。ガチガチだよね、あれ。ガチ系だよね。一応もう一回行ってみようか。こっちの救出は値に任せな。見てないよね、大丈夫だよね。飛んでたっぽいね。ちりってるかな。ちりってなったら負傷した子に一直線かな。対角線上向こうかな。小屋挟んで逆側だろうね、きっと。おー、またせーいってね。みんちゃーんとね。血を走るみんちゃん。一応みんちゃんに寄り添ってみんちゃん直してあげようか。みんちゃーん。ここで ?OK。発電機がいってないからな、全然。てか、スキルチェック。スキルチェック。あ、ファミコンのリセット感覚なのかね、と。あ、回線切り。悲しいよね。悲しみだね。とりあえずそこやろうかな、私。スキルチェック出すところまでちょっとやりますか。ふわーってね、もう。下手くそ。ルインがあるのね、今回は。こっちじゃなかったね。奥かな。発電機があるから向こうに行ったのかと思ったけど、違うのかな。とりあえず発電機の裏手に隠れたけど、間に合ってないな、これ。来る？もうちょっとスーパー回復。スープバー回復。あそこら辺にあるのかな。なんか今無性に筋子のおにぎりが食べたくなった。今無性に。明日買ってこようかな。筋子って。
お腹す、あ、助けた、ナイス。てか、もぎりがないよ。え？今回分かりづらくなったもぎりなのかな。やべえな、おい、見つからんよ。あ、前期おとなしくやってようかな。わかんないやん。え、どこにあるんだろう。一応外回りぐるっと回ってみたけど、ってことは内回りか。かな。あ、そろそろプロナースがですね、プロナースご出勤ですよ。安全に救出行ったな、が、あ、心の声が、助けて安全に解放って言っちゃってますよ。あ、解放使うで死んでもなって矛盾しておる。カウントされたいね、解放の。あそこか。やばいな、これ。こんなとこでスクワットしててもな、全然。全然ダメ。近いっすか、あれ。近い行った？すじこ美味しいよね。たまに無性に食べたくなる。ほっ。あ、BB もったいないから。海鮮切りは意味わからんでね。そうだね。あら、出荷だわ、もう。はみ出しちゃったかな、私。私次来るかな。来てないな、こっちじゃない。もうご利用すか。あ、そろそろ釣ってというのが、あ、プレスタルと変わりつつあると思う。そうだね。チュル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 。別の子だ。最後にやられないようにせんというかな、これ。来るか。ナースに引っかかった。やられるかもしれん、ナースくんに。本当に鈍りかい。あー、そこだ。本当に内回りって。あっち行った。あっち行った。ナースくん、モロコジ畑が苦手やって話やで。ナースくん、誰気づかんかもしれんな。バレた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 。よかった、ブリンクミスったわ。今ぶったたかれると思った。あそこまた使えんな。袋工事だよ。おぶね。あ、つけてくれたんだ、ナイス。あ、今最大までブリンク飛ぼうとしてる。もぎり、ナイス、無理。飛んでったんかな、あれ、プリンク。まだ、ナースコールがあるからな。来てるな、来てるな、来てるな、まだ。これ、ブリンクしてんのかな？音聞こえないんだけど。ニブリだからの技ですよ。ニブリならではの技ですよ。ただ距離が詰まってるからそろそろ倒されそう。ヘイト高まってる。私ヘイト高まってるってね。危ねえ危ねえ危ねえ。紙一重ってやつやね。危ない。痛い。飛んできたか。あ、クロナースくんだ。写真お願いします。メグちゃんのスカートが荒ぶっておる。いやー、だいぶ頑張った。あ、そう、解放解放行くよ。解放ちょっと発電機壊させて。あー、でもあの子が来そう。ブリンクして、ブリンクして、ナースくん。あの子に救われそう。行くぞー。解放行きたい。絶対解放マン。だからそっち行けよかったかな。絶対解放マン。よーし、とりあえず解放行けました。あ、筋子は魚屋で買って、あ、つけていくらにして、サーモン添えて、あ、格安超贅沢親子丼にするのが、あ、好きですと。いいね、自分でやれればね、一番コスト抑えられるように。手間はかかるけど。さーてと、あ、めんどくせえやつパート2。あ、戻ってきた。うまいね、あの子ね、うまいね。あそこ私も超えたら絶対ぶったたかれると思ったからやらなかったんだけど。
とりあえず1放送につき2回放終了ってな、よかった。ナイス解放、ありがとう。ただすぐぶたたかれたからね、あれでもありましたが、あそこで隠密してるね、やり過ごそうとしてる。サンキュー、持ってきたか。そこ板あるな。あ、別を追ってたらしい。ここで一応自己治療。あ、救われないように急いでやる今。急いだ、今日1回キャンセルされちゃったから、その安全に救出しようとした生存者に解放されされたから。めっちゃ急いだ、あの子に救われる前に何としても自力行こうっつって。あ、足跡ベタベタでしょうね。ね、そうだね、足跡すごい残りそう。ペタペタペタ、ここの発電機やろうかな。そこやった、ここやっていいのかな、本当に。もうちょっとばらけた方がいいかな、あっち側やろうかな。あっち側なんて存在してたかな、あれ真ん中かな。頑張れチェイス、頑張れ。私も頑張った。チェイスポイントもぼちぼちいただろうかね。フリーダムってね、フリーダムいけた、いけた後速攻殴られたけどね。何しとんじゃっつってね、ナースにバーンっつって。あー、やば、巻いたみたいだ。みんな追われてなんてなかったんやんとね、バレてんなこれ。スープバーってね、スープバッ、プリ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 。あぶー、あぶあぶあぶねえ、怖い。いけるかいこれ。なんか役立つもんねえか、生き残るために。あれ、殴られちゃった。みーちゃんの声聞こえた。え、真ん中直してたんかい、あれ。ここ、あ、ここやってた子がぶったたかれたんや。みーちゃん、あ、めぐちゃんも真ん中やったの。いくぞ、無駄足実、無駄足実績とかあったらみんなすぐ解放しちゃいそうだ。あ、向こうだ、私に来るかな。こっち来なさい、めぐちゃん行ってくれるね。てか発電機ってもう一個どこ、来ないね。その奥かな、 あそこにブリンクしてる。あら、散ってないのかな。じゃあ行けたかな、こうやってよ。あ、ゲートも開いていたのに、あ、相手が切断です。赤いさえ緑やったのに、あ、なんででしょう。なんか不具合ってる可能性もあるよね。なんか最近ほら、あの担がれるタイミングで回線が切れちゃう子とかもぼちぼちいるから、なんか不具合ってんじゃないかななんて思いますが。ああ、解放を満たすにはチェイスの点数で、あ、味方からも離れたところに誘導するというのがついてくる。そうだね、それやらないとね、解放者は必ず。あそこゲートとこっちかな、こっちとそっちだね。つけたらあっちかな。あ、魚卵で唯一食べれるのが明太子だけ。あ、明太子だけ、たらこはダメなのかな。たらこも美味しいよ、私焼きたらこ好き。あ、やばい、負傷してるな、もう一人治った、今治った。やりきるか、私は。来るかな、来たらチェイスしよう、向こうでつけきろう。ノーワンだったら出ちゃうかな。いや、でももう1秒でも早くゲート行くぞ、つけるぞ、ピュン。あ、まだだった、まだだった、もう一個あったやん発電機。あ、8だ、8、もうゲートの気でいたけども、あと1個あったんや。気が早かった、早めだよ、気が早いよ。近い、マスク
行くぞおい。待ってろおい、めぐちゃん。救ったれやーっつって。ダメ、気が早かった、私。あと、あそこの隅っことそこでしょ。ここやろうかな。めぐちゃんがバレた？バレてない。まあ、それに、ナースに私がバレたってね。おっと、いやー、最近ね、障害物、ブリンクで越えられんかったりするからな。イェーイ。ヘイト、ヘイト、ヘイト。高めだよー。ヘイト、高めだよー。こっち持ってこうかな。発電機ないもんね、こっち。あ、引っかかっちゃった、引っかかっちゃった。邪魔くせえな、これ。誰だ、置いたやつ。エンティティさんかしら。あ、来た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 。ナイスキュー。あ、向こう、向こうだ。あっちに発電機固まっちゃったかい、もしや。なんか入ってないかい？何もないか。もう一回。焦りすぎや。数間違うな、おいっつって。あ、発電機残り2個やでっつって気づいてなかった。ナチュラルに間違えた。走っちゃった。あそこだ。みーちゃーん、みーちゃーん。みーちゃん何回目？みーちゃん2回目かな。めぐちゃんは初回だったね。初回のみめぐちゃんで、みーちゃんが死亡回、そろそろ何回目？出荷。あそこに1個と奥1個。あれ、もしかして本当に固まっちゃった。いや、本当に固まっちゃったのこれ。あ、めぐちゃん走ってんな、あそこ。スルしたっぽいね、めぐちゃん。道理でね、あそこ平気なわけだよね。イエーイ、スルパッ。まあ、深追いしないかな、ナースくんも。追ってきたーってね。ピョンピョン。こっちでチェイスせんと。そんな深追いするかどうかだよね。来ないらしい。戻ったっぽい。いったるば。なんか発電機固まりやすくなっちゃったかな。もともと前半からあっちでやってる子がいなかったか。向こう側に最初から釣られることが多かったから。めぐちゃんだ。めぐちゃんね、なんか逃げてたんだよね。あそこが本命なのかな。ナイスー、ナイスいた。あのめぐちゃん初回だからね。ここやってた。でも大したことないな、ここも。隅っこどっか必ずやらんといかん。こちら、あいつはいいや、めんどくさい。これどうなんだろう、我々は思われてるかな。頑張れめぐちゃん、頑張れめぐちゃん。でスープバが回復、またチェイスできるぞ。あ、たらこもスケース両方とも2,3 年前に、あ、食べれるようになりました。今まではどうしてたの、食べなかったのかな。美味しいよ。数の子も好き。数の子冬場にカリコリしたい。あ、プレイしながらコメントも読める、読めてすごいですし嬉しいと。ありがとうございます。たまにね、コメント読んでて、あの普通にスキルチェックミスる時もありますけど。あの子アドレナリンだといいな。つけきれる、めぐちゃん、めぐちゃん頑張って。今つけるから待っててくれ。いくぞめぐちゃん。アドレナリンじゃないか。でも君のおかげで発電機つけた、ありがとう。あとゲートを開けて2人で脱出するだけだよ。かわいい、セクシーなめぐちゃんの背中がね、チラチラと。髪の毛がくるついてるわ。あー、やられちゃった。開けれるかな。ノーワンじゃないよ、ノーワンじゃない。めぐちゃーん、2回目だけども。だね、チャンスは大いにある。ただ私も失敗すると漏れなく出荷の恐れあり。見られたかな今。見られたな、これ。
いたたたた、めぐちゃーん、ちょっと、あー飛んでった。めぐちゃんがすごかったな。このめぐちゃん発電機1個分ぐらいチェイスしたよ。すごかった。キラー君、知事、我々はね、ファンゲームではありましたけど、ファンゲーム、知事、大変だっただろうね。 殺人鬼の方大変だっただろうな。すごかったね、めぐちゃんもね。私もまあぼちぼち頑張った感じではあったけども、受け負ってたね、すごいチェイス、受け負いにっていうね感じでございました。チリとナースコール、ルインに鹿だ。ハイゼリ放置、結構あれかな、バンバン決める系かしら、これ持ってるってことが。あんまりそこまでハイゼリ放置されなくてよかったね。で、ブリンクの拾い時間そこそこ減少で、チャージ速度少し減少か。あ、そうか、チャージするのが少し減少だから、あれ、早めにチャージできる感じかな、これもしかして。あれ、美味しいとこ取りかな、これもしかして。懐中時計ってそういう感じ。ブリンクの最大距離と、精度が差があるっていうね。距離伸ばして精度が下がる。これが3ブリとかじゃなくてよかったわ。3ブリだったらもっと違う展開だったね。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。